皆さんこんにちは、今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、気になる時事問題、国際問題、政治に関して、取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回気になるお題としてはですね、入管法改正案成立へということで、来年4月に施行ということで、外国人就労拡大に関して、これに関して、解説言及させていただきたいと思います。まあこれに関してはね、以前に1回言及させていただいてるんだけど、まあ外国人労働者ということで、今多いのはね、技術実習生、いわゆるこれは技術習得するために目的ということで実習生として働くという、国に帰ってその技術を生かしてまあ起業したりね、もしくは日本で稼いだお金でもって、立派な家を建てたりする、たりするわけです。もしくは日本語を覚えて日系企業、現地で日系企業で働いて、普通のサラリーマン、現地の、ね、会社に働くよりも全然稼げるぐらいというのが、まあ、いわゆる、発展途上国が来る人々の、夢みたいなのもあるわけです。でその中で例えば、まあ、今回話し合われたように特殊技能1号ということで、家族動態不可、農業、建設、介護業など14業種受け入れを検討中ということで、最長5年で、特定技能が、2号というのは家族同態度が可能で、家族を連れてくることができる、建設造船専用工業の予定ということで、まあ、こういった問題が考えられています。でまずこの、こういったね、外国人労働者に関してはもちろん日本だけではないです。日本に関しては今でこそかなりちょっと地位が落ちてきてはいるんだけど、それでもね、世界有数の、先進国です。バブルを経験して、世界で一番だった、時もありました。その時のアメリカによってジャパンパシフィックによって落とされたこともありますけど、その中で、まあ、日本という国は本当に給料がその時は高かったわけです。25年とか20年、30年前ですね。その中で、まあ、30年ぐらい前からいわゆる外国人労働者がね、日本に来て働き始めてきてるわけです。その中で私自身はハマースということで出身ということで、まあ、いわゆる、メーカーが多くてね、その工場も多くあります。その中で工場で働く、労働者として、外国人、主にはブラジル人、ね、ペルーなんかも中南米から、来る人々、主にはブラジルなんだけど、増えました。30年でね、だからちょうど平成入る頃、もう平成が今年で最後で終わりですけど、その中で、まあ、かなりの、ブラジル人が増えた。ただリーマンショック後に、まあ、仕事を失って、まあ、帰る人々も多かったのは事実であって、昔に比べたら今多いかっつったらちょっと微妙な点もあるかなって感じはします。ただ、最近はやっぱりベトナム人が多くなったかなって感じは、一時は中国人の労働者が増え、そしてベトナム人という形になってきてるわけだけど、まあ、それを考えると、今考えると例えば朝鮮半島からのいわゆる徴用工と呼ばれている人々、ほとんどが募集工で、自分の意思で渡ってきている人々はほとんどです。この外国人労働者も同じですよね。朝鮮半島、日本が統治した時代、もちろん日本が、朝鮮半島発展のために寄与したのは事実なんだけど、その中でやっぱり朝鮮半島と日本では格差がありました。その中出稼ぎに、ということで、やっぱり日本の本土にね、内地に働きに行けば稼げるということで、多くの、人々は朝鮮半島から、労働者に渡ってきたわけです。それと同じような形で、まあ、戦争終わってバブル、経験してね、高度経済成長、そしてバブルを経験して、その後多くの外国人が日本に渡ってきました。その中に例えばバブルの時代に韓国人の、いわゆる韓国クラブって多く出てきて、韓国クラブで働く女性が多くいました。その中で韓国人女性とその日本人男性が結婚して、まあハーフ婚結っていうのもいたり結構するわけですけど、その後フィリピンパブということで、ちょうどバブルの時代終わったぐらい、終わるぐらいフィリピンパブが流行り始めて、同じようにフィリピンの女性が日本に来てフィリピンパブで働き、そこで出会った日本人男性と結婚して、まあ、婚結、今でいう20代、30代の人結構いるのは事実です。で、ブラジル人、先ほど言ったブラジル人、そして、もともといる、まあ、朝鮮半島の人々、で、中米ね、中米はあんまりいない、南米ね、南米の、ペルーなんかも意外に結構います。で、あとはイランね、イランなんかも同じようにいて、まあ、彼らは結構、偽造テレカの時代にちょっと悪いことして、そこから薬物売買してたりするんで、結構悪いことしてたりするんだけどね。その中であとはナイジェリア人、アフリカのナイジェリア、これも結構不良外国人として認定されているナイジェリア人も結構いるのは事実です。で、最近では、まあ、中国人が増え、そしてもう今ではもうベトナム人の方がかなり来ている感じです。
その中で私自身が思うこととしてはですね、まずその先進国っていうのは西洋、今まで81カ国を訪問しました。仕事で留学で1カ国、仕事で3カ国、計4年住みましたし、81カ国、実際渡航調査を含めてね、行かさせていただいたんだけど、やっぱりそのヨーロッパに西欧なんかを回ってると、ドイツなんかもそうですけどね、ドイツなんかもかなりやっぱり外国人労働者が増えてる、外国人から移民、難民なんかも受け入れてるので、今のメルケル首相がね、でそれに対してやっぱりドイツの人々に意見を聞いてみると、やっぱりあんまりよく思っていないのが実情だったかなって感じがします。それによって、若干の治安が悪化したりとかね、したのも事実だし、そういったところ、日本だけじゃないなって感じがしました。そして中東も行った時ですね、オマーンとかドバイとかカタールとかバーレーン、そういった時にも同じように南アジア、これはインド、スリランカ、バングラデシュ、パキスタン、ネパール、そういった国々から、労働者としてまあそれらの国々に渡りました。でもそれらの国々で聞いたら、大体賃金が大体月に4万円から5万円ぐらい、これが普通なんです。だからよくまあいろんな新聞記事で書かれていることをですね、私は世界各地を調査してるので、これも記事で寄稿しようかと思ってるんだけど、世界各地を回ったら日本だけが何かそういうふうに悪い感じで書かれてるんだけど、そんなことは絶対ないです。逆に言うと、今この技能実習生と呼ばれている人々で10から15万円払ってるわけですね。実習生ですからね。その中で本当の意味でのこう働き手ではないので、この実習生というところがやっぱりそのくらいの額になってくるかなって感じはするし、まずベトナムのじゃあ賃金っていうのはどのくらいかっていうと、まあ1万円とか2万円ぐらいですよ、月給でね。だから20年ぐらい前まではまだまだもっともっと貧しかった時代なんて数千ですよ。数千、1人当たりの GDP が1000ドル切る時代でしたから、その時代って数千円しか稼げない、数千も稼げるかわからないぐらいだったね、1ヶ月でね。その中、まあ、日本が、一番援助している国というよりも、世界各地発展途上国、東南アジア、中国、韓国もそうですし、アジア全体、アフリカ、中南米、旧ソ構成国、一番今まで援助してきたのは日本です。その中で日本のお金も生かされていて、だん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 技術供与もした、資金供与もしている、資金提供もしている。その中でやっぱり経済が上がってきたのは事実です。なので、一時は数千、一人当たり GDP が1000ドル切ってたんだけど、今1000ドル上回ってます。2000ドル、3000ドルからね。その中で、まあ、まともに、じゃあ普通のベトナム人の、ベトナムの会社働いた場合、1万円とか、月給で1万円とか、あれはいいとこだと思います。2万円あったら、まあ、高給取りかなって感じはするんだけど、日本に来たら、まあ、10万円から15万円って結構な額なんですよ。だから、どっかの新聞にこの記事なんか読むと、10から15万円が2倍から3倍って書いてあったんだけど、2倍から3倍っていわゆる5万円ぐらいもらってるところなんだけど、そんな方はもらってませんね、実際は。実際私が、まあ、ベトナムに赴任してたので、その時の給料を知ってます。割と、まあ、日系の企業っていうのは割と高めに払ってたんだけど、それでも1万円とか2万円とかそんなもんですね。で、そんな中やっぱり日本に来たら、その数倍、2倍3倍どころじゃなくて7倍8倍は稼げるわけであって、でまあ贅沢をしなければもう貯金でもどん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 送ることができるわけです。日本のまあお金を、まあ、外貨獲得、外貨、いわゆる日本のお金が海外流出するってこと、日本の経済にとってあんまり良くないんだけどね、正直な話言うと。でそういったところがあるかなって感じはします。で、その中でまあその10万円から15万円、そういった給料でも耐えられない、まあ途中で逃げ出してしまう、逃亡してしまう、これ自体が犯罪ですから、これはもう強制送還と同じなんです。だからこれはいけないことなんですけど、これはやっぱりその企業、より良い条件の企業にということで行こうとするっていうこともあるかなって感じはします。だから、日本で稼ぐ夢、食い物にということで、発信で急増、不法滞在、書類偽造、悪質な業者横行、悪質な業者横行し、ね、まあ、いるのも事実だし、発信で急増、不法滞在、書類偽造ということでやっててね。で結局、まあ、今中国人よりも犯罪比率が高いのはベトナム人と言われています。実際自分自身が、まあ、ベトナムで働いた時に、まあ、ちょっと手癖が悪いかなっていうのは思いました。もちろん自分自身が仲良く、今でも仲良くしてるベトナム人はみんないいやつだけど、やっぱりその悪いやつは本当に悪いんだなって思ったし、だから、人のものを盗んで万引きもよくやるわけです。だから万引きの窃盗団なんかもよくねベトナム人にあって、やっぱりそういった商店なんかも警戒していかなきゃいけないのかなって感じはします。ただまあこういった問題に関してはね、同じように、日本だけじゃないです。問題的にはね、世界各地、世界の先進国で起こってるわけです。
基本的に発展途上国に、出稼ぎに行くっていう人のことは基本的にないです。先進国に発展途上国の人々が、賃金低い発展途上国の人々が行くっていうのが普通であってね、そんな感じなんだけど、そういったところがあるかなって感じはします。なのでまあこれからね、だから難しい問題なんですよ、こういった外国人労働者、例えば反対、自分は反対ですよ、反対って言ってる人々の中でただ反対だけすればいいって、そうではないと思うんです。それはなぜか、じゃあ反対だけして、じゃあ日本がじゃあ少子高齢化で、実際そのね、農業分野とか工場ね、工業分野とか、もしくは漁業なんかも最近人手が少なくなってきてるわけです。介護とかね、例えばあと清掃業ね、そういったところでやっぱり人材が必要であって、どうしてもやっぱりなかなか人が集まらないのが実情です。ただ声高に、勇ましくね、口だけで、実際何もできない、ただ口だけでそう言ってる人もいますけど、実際のところはじゃあそういった企業が人を欲してるわけです。だけど募集をかけても人が来ないということで、どうしても外国人労働者に頼らざるを得ないかなって感じがします。介護関係の人々の知り合い結構いますけど、そういった人々から話を聞いてもきついじゃないですか、汚いとか、汚物とかちょっと処理しないといけないである、そういったところなんかも考え、それでも給料は低い、そう考えると割に合わないって言って、なかなか働き手が少なかったりとか、働き始めても、ね、辞めてしまうし、離職率が高かったりするわけです。だからどうしてもそういった業界とかになってしまうと、人が必要ということで外国人を受け入れてしかないのかなっていうようになってるわけです。だけど本来であればね、やっぱ少子高齢化に対して、どれだけ少子高齢化を防ぐために日本人が子供を産むようにね、努力していくべきかなって感じだし、政府はそれに対してお金をどんどん費やしていくべきかなって感じはするんだけどね、まあ戦後いわゆるそのアメリカによってね、ボロクソに、まあやられてしまって GHQ で解体されました。その中で欧米の文化が入り、新自由主義が蔓延している中、自由を謳歌する人々、自分みたいな感じですよね。だから自分はあれでいいや、それ意味ではちょっと反省してるし、やっぱりお国のためにね、尽くすことができてないのかもしれない。ただまあ自分はまだ男ですので、まあまだもうちょっと大丈夫かなと思ってます。だからまあある程度言ったら、もちろん結婚はします。その中で、結婚して、女性だとやっぱり一定年齢以上いくとね、ちょっと厳しいものがあるのかもしれない、子供に関してはね。結婚はいつでもできると思うんだけど、だからまあそれで、あとはもうビッグダディ、沖縄の那覇行った時ビッグダディに会いましたけどね、ビッグダディのようになっちゃうかなっていうね、子供十何人、ね、20人ぐらいということも考えてます。だからまあそういった意味でもやっぱり子供、最低2人ですね、3人は欲しい、そのくらいいれば、まあ、人口減少は防げて日本は困らなくなってくるのかなって感じがし、外国人労働者に耐えられなくてもいいのかなって感じがします。なのでまあ実情としては自民党が、売国法案をっていうふうに言ってる、ね、人々もいます。これは左派が中心だけど、いわゆる幸福の科学統一教会系の人々なんかも言ってるわけだけど、実際は人を欲しているのは事実であって、やっぱり受け入れていかなければならない今状況下であるわけです。そしてその将来的なものもさらに少子高齢化が進んでいくと大変なことになっていくわけだけど、じゃあそれを防ぐためにはもう政府がもう少子高齢化対策としてやっていくべきかなって感じがします。2人子供2人産んで今65歳の年金だけど、2人目産んだら60歳からもらえるとか、3人目産んだら55歳からとか、いろいろ4人以上で50歳ぐらい、まあ50歳ないか、まあ、いろんなところで特典をつけていって子供を増やしていくことによって、いくのがいいかなって感じがします。ただ子供手当に関しては先ほども言ったように民主党の政権下の時代にいわゆる外国人にも適用するというのは、それはまた全くおかしな話だったんだけど、子供手当といっては日本人限定にするべきだと思います。これなぜかって日本の少子高齢化を防ぐためにやってるものなのに、なぜか外国人にその子供手当を空けてしまうというのはちょっとおかしいかなって感じがするんですけどね、まあ、そういったところはまあ感じるところでございます。今回まあ移民労働者の問題ね、外国人労働者の問題、非常に難しい状態です。まあ自民党というのはいわゆる、企業からの献金で成り立ってる、わけです。その中で企業が欲してるのは、経団連なんか欲してるのは事実であって、じゃあ現場も実際欲してるわけです。日本人がじゃあそれでいいのであれば日本人雇うことできても、日本人が集まらない、そういった業界があって、そういったところがやっぱりどうしても欲してるのは事実です。もちろんそうじゃなく、ただ単純に安い労働力として使うって考えてる経営者も中にはいるかもしれないんだけど、基本的にはそれは少数派かなって感じはします。
まあ、今回、世界を見てきた81カ国を訪問して、海外赴任もして、海外駐在をして、実際外国人と多く接して一緒に働きた身で語らさせていただきましたけど、今後ね、この後また、タイに久々に行く予定です。そしてマレーシアももしかしたら行く可能性も高いです。そしてその後、ニュージーランド、太平洋島しょ国、そして来年中南米、アフリカ、中東、残った国々、中アジアなんかも訪問します。その中で現地実力で撮影して、現地で調査して、この目で見て、この耳で聞いて、実際これで体で経験してくる予定ですけど、そういった意味でも、実体験者としてね、語らさせていただきたいと思います。皆さんチャンネル登録されてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。とにかく、国際的にいろいろと、活動してきた私ですけど、自分自身が国際的視野を持ってね、決して入った廃業ではないです。海外でも働いてきて、留学もして、外国人の友達多いので、国際的に活動してきた、日本人として語らさせていただきますけど、これからもどうぞよろしくお願いいたします。